アートにエールを。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。動画配信サービス YouTube で朗読動画を配信しているアルバ日曜クラブ。この活動はナレーション事務所アルバの有志で行われています。今回はこのアルバ日曜クラブのメンバー、富澤隆、森下航、明澤由加子の3人が朗読動画を作るまでに密着しました。アートにエールをへ向けて朗読動画を作るために動き出す3人。状況を鑑みて一度も会わずリモートで作成することになりました。これは3人にとっても初めての挑戦です。ネズミくん、美味しそうだな。少し僕にも分けてくれないか。アルバ日曜クラブの発起人、富澤隆。この集まりを作ったきっかけはどんなものだったのでしょうか。もともとアルバ日曜クラブというのは、同じ事務所の方々や友人たちと、お芝居の稽古をしたりナレーションの勉強会をしていたんですね。で、朗読をやってやってみようと思ったのは、自分もこのエンターテインメント業界に生きる人間として、プロというのは何か社会に貢献してこそのプロだというふうに思ってるんですね。今回のこの新型コロナウイルスの影響によって、外出もままならなくなって、で自分にも何かできることがあるんじゃないだろうかと。でそう思った時に、その声の仕事もさせていただいてましたから、特にこう子どもたちですよね、自宅での過ごし方の選択肢の一つとして朗読を楽しんでいただけたらいいなというふうに思って、始めてみました。社会貢献してこそのプロだと語ります。子どもたちの選択肢の一つとして朗読動画が役立つことを望んでいます。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって、桜の花があんなにも見事に咲くなんて。アルバ日曜クラブメンバー、森下航。積極的に動画を投稿し、オリジナルの台本にもチャレンジしています。朗読動画を投稿し続ける理由を聞いてみました。表現をする場所がどんどん広がってるなと思ってて、でその中でもこの動画の世界っていうのがどんどん広がっていっているっていうのを感じていて、でそこで何かコンテンツができないかなって思った時に、朗読っていうのはもうぴったりだなと思って作り始めましたね。音だけで、聴覚だけでこう映像を思い浮かべてもらうかっていうのが、まあ難しいところであり、やりがいがあるところだと思っています。ゾウさんはネズミさんとは逆にメガネを目に当てていましたので、ネズミさんは動画に表現の広がりを感じたことが大きかったようです。そこには楽しさも難しさもありました。ラーメンに二郎というものがある。いや、ラーメンと呼んでいいものかは
理論の分かれるところであるように思う。強く支持する者の言葉を借りれば、それはラーメンではなく二郎という食べ物ということになるからだ。ラーメンという種別を離れ、新しい枠組みを生み出し、アルバ日曜クラブのメンバー明澤由香子、朗読動画の挿絵は全て担当しています。独特なタッチが動画とマッチして一つの世界を作り上げています。子供向けの朗読が多いので、それは常に意識してます。正確さよりもわざとこうデフォルメして分かりやすさを大事にしようかなって思ってます。分かりやすさを重視し、デフォルメされたキャラクターを描きます。意識は常に画面の向こうの子供たちに向いているんですね。丸子おばさんが言いました。亀子おばさんは大きなあくびを噛み殺しながら、でもね、私少し派手すぎやしないかと思うのですけど、と言いました。それから丸子おばさんが、いえいえ、派手なんてそんなことあるものですか、というと、リモートで一度も会わずに作品を作るのは3人にとって初めての経験です。いつもと違う環境に戸惑いながらも会議を重ね、アイデアを出し合います。試行錯誤を重ねながら、ようやく一つの朗読動画が完成しました。あるところにゾウさんとネズミさんがいました。ゾウさんはわがままで怒りんぼで、ネズミさんは臆病で、お昼のご飯の時にはいつでもわらだの菓子パンなどを持ってきて、ネズミさんが、いや、なんて立派なネズミくんだろう、そしてすっかり仲良しになりました。新たなチャレンジをした後は喜びもひとしおです。アルバ日曜クラブはこれからも楽しいおうち時間のために作品を作り続けます。